どうで始まりました。マチスチャンネルです。さあ、行ってみましょう。2024年、早稲田大学教育学部の英語講評行きますね。2023年よりは優しかったです。はい。ただ、2022年のレベルじゃないですかね。2021年とかさ、それより前とかさ、はめちゃめちゃ簡単でしたけど、もうそんなレベルじゃないですね。はい。やっぱ単語のレベルが高いよ。いや、相当難しいな。ずっとドリルで工事してますから、はい。めっちゃ大変だな、この撮影。出題ミスが一箇所ありますが、それがね、まあ、選択肢で言うところ、大門さんのね、それで選択肢 B でさ、で、どっちしろ合ってないものを選べたから、内容的にもそれだったらさ、噂は言わないかもしれないですね。どうせこれが正解なんだから。って言って、はい、訂正は起きないかもしれませんが、はい、出題ミスで全員正解になったらなる可能性もあるなと思ってます。はい、では行きましょうか。最初大問1が一番難しかったかな。この子供たちがその言語をこうね、その言語のコンセプトっていうのをどういう風に掴んでいるというかものなんですけど、この本ね、見たらね、ゲームについてがメインなんだよね、本当はね。その中でも言語のコンセプトの部分だけに注目してるところだけ切り取られてるから、ちょっとむずいと思ったね。はい。高評価、チャンネル登録忘れずにやってくださいね。これめちゃめちゃ大変だったんだから。ネイティブとやったけど、ネイティブももう、うわ、わからんわからんって言ってたから。最初ですね、この Everyday Notions ね。goodness とか right and wrong の違いとか fairness とかそういったものがコンセプチャルクイックサンドとかね、わけわからん中なんだけど、まあ定義するのが難しいってことなんじゃないのって感じかな。はい。で、2に入るのはどれでしょうったら A ね。 concepts that are supposed to work in every possible case and context ですね。はい。全ての状況で当てはまるっていうのが定義なんだけどねって言ってる。でも実際はね、この私たちっていうのは全ての状況に当てはまる定義とかではなくて、通じりゃいい的なね、その状況状況で生活してるわけだよね。で、specific communicative challenge が、それの例じゃないのは何？まあ、B か。explaining a theory of fairness は関係ないよね。セオリーじゃなくて、ただ、フェアじゃないよって言って、大きいケーキ欲しいんだもんね。ずるいって気持ち伝えて、欲しいものを伝えてるだけって、フェアネスっていうのをどうやって定義してるかの4番だけど、出てきてないよね、どこにもね。だから、D だと思いますけどね。はい、変な問題って思うけどね。まあでも、早稲田にあることあるからね、これ、ね、答えなしみたいなやつ。で、次が、エリザとハーブザビーションズが何の例なのかってことなんですけど、まあ、分かってないってことだよね。そう、デスというものが何なのかが分からないってことなんだけど、それが選択肢ないので、まあ C しかないんじゃないって言ってた。そのコントラディクション、こういうのを生きてるで、こういうのを死んでるって言って、合ってないじゃんってことで、その概念としては分かってないよねっていうことだから C なんじゃないって言ってた。で、次がエリザの Life and Death の理解って何？そうですね、まあ動かないし見れないのが一応死んでいるみたいな感じなんでね。で、7番に入るのはセカンダリーですね。皆さんにとってはそれがなんか重要的な感じだろうけど、エリザにとってはセカンダリーですね。重要じゃないもんだ。じゃあ、シャレイズはゲームの名前です、これね。だから、ラングイッチゲームズだと思うんだけど、そんなのさ、詳しく書いてない、これ、部分的に切り取られてるだけだから分かんなくねって思った。で、次の ABC に入れるものとしては、やっぱ、radically different は出てくることがあるので、C の radically を入れられるようになってほしいかな。そうすると、A か C に絞られるのか。promisingly similar だから、C ですね、そうすると。はい。unexpectedly shallow ですね。この、浅い。で、10番のそれぞれのこう例が出てきてるんだけども、のクリアアンサーですね。アンサーのないものたちの例がずらっと並んでたから A でしょうね。第6段落で言いたいことは、まあ、A かな。most people need not be concerned by philosophical questions of meaning。クエスチョンにそんな気にしなくていいよ。日常をそんな考えなくていいってことだよね。と、underline 5。A biological definition of gorillas to mime King Kong。スーパーマリオはさすがに違う。スーパーマリオわかるために土管の分類できなきゃいけない？で、これをする必要はないっていうことですよ。もちろん、クジラ構文のとこなんで。だからわざわざキングコングの身振り手振りをするためにゴリラの生物学的な定義を知る必要はないってことなんで、だからまあ、フライトメカニクスのサイエンティフィックナレッジをペーパーやプレイン作るのに知る必要はないってことでしょうね。コミュニケーションアイスバーグの中に隠れているのはよく出るやつですね、このアイスバーグ。多くの部分は分かってないってやつで。まあ、B なんじゃない？で、最後、アーティクルの要約は B かな。We are constantly negotiating the meaning of different concepts even in daily interactions だと思いますけど、negotiating っていうのはこれ、扱うとかさ、操る的な意味でしょ、これね。文化とか country とか出てないよね。いろいろ引っ掛けに出てたけど。とてつもなく長い撮影になるな、これ、ドリルで。
次があれか、どん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  AI とか出てきて人間がこうブレインを使わなくなっちゃうんじゃないかっていう話だよね。でそれの最初の例として電子計算機の話が出てくるんだよね。でその電子計算機っていうのが C の He thinks it was the first device that enabled us to stop using parts of our brain、はい、brains を使わなくなるものの最初の例として挙げているだと思うけどね。あの B とかもさ、間違いかって言われたら困るよね。次の Gray Matter ですね。 Gray Matter はもうこれは脳のことです。 Brainティッシューズのことなんで、ブレインセルズが正解でしょ。これは、はい、よく日常使われる表現。次のワイドスプレッドハンドリンギング、心配してるってことなんだけど、だ AI が出てきて私たちが脳をまた使わなくなっちゃうんじゃないかってね。そうだから電子計算機でもう計算の脳を使う必要なくなっちゃったじゃないですか。だからそういう風に AI 出てきて私たちまたいろいろね使わなくなっちゃうんじゃないのっていうやつ。アンダーライン4、ウォール E か、ウォール E 映画か、ウォール E を出した理由は人間たちが宇宙行って体をね使わなくなっちゃったからどんどん弱ってっちゃったように、 AI とかがこう出てきて人間頭使わなくなっちゃうんじゃないのって話だね。次は筆者はいいことも見てるから、そうだから今 Hell じゃなくて Optimism や Hope があるものっていう風にね見てますよね。そうだからマイナスプラスプラスってやれば解ける問題でしたね。Intellectual Hell だったかな、はい、で Rather って言って私はいやいい方を見てるって言ってた。で並び替え問題、あこれ来たなと思った。はい、もうあこれ問われるな。これはですね、 Take in が in が副詞だから代名詞挟まるときは Take it all in なんですよ。これを狙ってる。だから ready to take it all in が正解ですよ。これ it all in だよ。 in it all にしてたら罰だよっていう問題です。7番 fanciful though it may sound ですね。あ、まあ情報の表現なんで空想的に聞こえるけどねって言ってるから、まあ普通に考えたら批判が来るって思ってるってことでね、情報だから。アーティクルに合ってないのはどれか。Compared to the ancient Greek, our minds are almost empty まではいかないでしょう。空っぽじゃないでしょう。私たちデジタルのものが出てきたからってそんな空っぽになっちゃうの。で、Q がオーサーのオピニオンは、そうですね、AI は Hopeful ない。まあ、Lazy になる可能性はあると言ってたけど。で、タイトルは D ですね。はい、Will AI makes us stupid? まあ、これはわかるんじゃないかな。最後が結構だから理系が多いよね今回。これサイエンティフィックアメリカの記事だったもんな。人間がこの死ぬ時に、死にそうになる時にガーンと能力が上がる時があるってやつだよね。脳のなんか記憶とかさ、家族とか分かんなくなった人たちも死ぬちょっと前に能力がガーンと上がることがある。 A にあるのはボケちゃってたはずなのがこう現れるっていうですね。だからプロファウンドですね、すごい。コモンっていう単語もプロファウンドって単語も後に登場してんだけど、ルーシディティを見る人たちにとってコモンじゃないからね。その死んでいく人にとってコモンなことだから、だからプロファウンドでしょ、すごい重大なことって感じ。次が Disease Abnormal ですね。はい、アブノーマルイベントだね。ディジーズイベントとは言わないから。で、はい、文挿入。これは簡単だったね。C ですね。はい、知らないって書いてあったから。ネバダレス、ぴったり。はい、第1段落か第5段落で合ってないのはどれ？そう、これがだから、when neural networks じゃなきゃいけないのに B が neutral になってるよね。どっちにしろ、neural network が restore されるわけじゃないよね。restore は cognitive abilities のとこだったんだけど。だから、まあ、どちらにしろ B なんじゃない？で、次が not mentioned、述べられてないのがまあ C。last few days of life じゃなくて、few minutes だったよね、これね。動物実験じゃなかった。で、7、8と合ってないのは A が brain activity of the subject decreased、 スパイクするって書いてなかった？で、これがね、やっぱむずいよね。6、7段落のことについて何を言ってるか。まあ、違う話もしてるから A も間違いではないんじゃないって言ってたよね。でもまあ、一応は証拠って言えるかわかんないから、まあ D かなって言ってたけどね。うん、確かにすげえ微妙だと思った。A か D かは。これで B だったら笑うけど。で、aware2 に当てはまんないの。まあそうですね。A は brain activity っていうのがなくなるのは心臓止まった後だから、before はおかしいと思うよ。次は delusional は mistaken です。間違うって意味ですね。elusive ですね。elusive はincomplete、 はい、まだ分かってないよっていう話だったから。で、次はディメンシアに関しているのは、まあ部分的には変わってないだと思う。 still there って言ってたもんね。まだあるって言ってたから、 some aspects are still there って言ってたもん。 incredibly active は言える？ incredibly が怪しいよね。次が言えることは A かな。 questions the idea the cognitive decline is a one way process。 そうですね、 one way じゃないよ。 good って上がるんだもん、スパイクするんだもん。これでね、
CO って書いてある、ここ文間違ってるぞ。次がタイトルは D でしょうね。Why dying people often experience bursts of lucidity ですね。この lucidity っていうのが思考とかがこう明快になる、明晰になるってやつでした。はい、どうだったでしょうか。いやもうこれめっちゃ大変だったけど、はい、時間がないので、そう夜中に解いて、で朝ネイティブとチェックしてっていう感じで、横はずっと工事してて、もううるさくて、もう動画作るのめっちゃ大変だったんで、ぜひとも高評価チャンネル登録忘れずによろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 疲れた。